こんにちは。僕はハグ君って言うんだ。こんにちは。みんなは動物が好きかな？うん。実は困っている動物がいるんだ。みんなに助けてほしいんだよ。どうしたの？その動物はどこにいるの？説明するね。例えば、シロクマが困っているんだ。シロクマが暮らしていくには、海に浮かぶ氷が必要。だけど、最近暖かくなって、その氷が減っているんだって。暖かくなるって言ってたよね。暖かくなるって、冬から春になるのと同じかな。暖かくなるのはいいよね。そうではないんだ。50年先、100年先と、とても長い時間で考えて、だんだん暖かくなっているということだよ。長い時間の話をしているんだね。50年後の冬は今よりも暖かくなりそう。50年後の夏は今より暑くなりそうということなんだ。毎年夏が暑くなってるの？そんな気はしないけどな。少しずつ変わっているから感じないんだ。だけど毎年の気温を測ってみると、今は100年前より間違いなく暖かくなっているよ。ちょっとの違いだと思うけど、いけないの？そうだね。でもそれで天気が少しずつ変わっているんだ。そういえばこんな話を聞いたよ。地球が暖かくなって大雨が降るようになるって、大きな台風が来るようになるって。そうだね。それから野菜などを育てにくくなることも考えられるんだ。じゃあ動物だけでなく人間も困ってるんだ。そうだよ。だからみんなに相談したんだよ。実はみんなが今の暮らしを続けてしまうと、地球が暖かくなっちゃうんだ。え？私たちの暮らし方に関係があるの？自然に暖かくなっているわけじゃないの？人間の生活では自動車を使ったり電気を作ったりしているよね。この時、地球を暖かくするものを少しずつ出しているんだよ。じゃあ地球はこのままどんどん暖かくなっちゃうの？どうしよう。この先、動物も私たちも地球に住めなくなっちゃうのかな？そんなことはないよ。それを変えていきたいんだ。